こんにちは、ゆうです。パートナーの大塚です。はい、今日無課金サブアカ闇属性芝居のチョロやっていきたいと思います。サブアカ、はいはい。このね、チョロアカウント、実は魔法石180個あって185個ね、はい。まだね、2023年にゃって夏休みガチャ引いてなかったんですよね。で、担当職人に言いますと、このもう、BGM マーク、みなかが、闇落ちしてくれたということで。闇落ちてか、闇進化なんですよね。最初見たときね、そんなにね、パッと思い浮かばなかったんですけど、闇水やったのステータスが下がらないっていうことに気づいて、はい。だから、そちらを狙って、ガチャ引いていきたいと思います。あ、僕言いましたっけ？今日誕生日、お誕生日の方。おめでとうございます。これ決め台詞にしたいよ。それでは、ガチャ引いていきましょう。はい、まずは無料からいきたいと思います。開催記念2023年夏休みガチャ開催。開催記念ね。おめでとうございます。はい！いや、もう30体ね、弾がなかったら、お前ちょっと今強気な発言しそうになった。確実にね、ダイヤが出るぐらいから行こうか。ここクリア報酬、開催記念、クリア報酬でこれ。30体弾がなければ、地引きしよう。それがパズドラというもんでございますわ。うおい。マジか。全然これで出てくれてもいいんやけどな。これ闇属性違ったっけ、パンドラ。ああ、実はこれも欲しかったよね。ちょっとね、僕、ドットシンカーね、せっかくのそのパンドラちゃんのね、美しさがちょっとなんか、こちらの方が好きなんで、こちらで僕は使いたいと思います。それで、これがストーリーの、確定の方ですね。芝居の方はね、昨日生放送で、弾かせていただいたんですけど、あ、そうや、言い忘れた、昨日生放送、平日のお昼に、やらせていただいたのに、お付き合いくださった方、ありがとうございました。本当にね、本当にありがとうございます。で、パズドラアイランド編の、クリア報酬も、これはガールズバンドやったっけ？ガールズバンド確定やったっけ？ちょっとあんま分かってないんですけど、はい。ちょっと、とりあえず昨日ありがとうございました。やっぱガールズバンド確定よね。はいはい。レイランちゃん。悲しいけど、もう可愛いけどね。このアカウントではね、武器としてしか、使えない、もうこれが、このアカウントが特殊なだけなんで、はい。それは気にしないでください。はい。レイランちゃん使えへん言うとむせたわ。ユーザー情報、これに、ね、お見せします。無料配布185個です。この185個で、ね、この、ごめんなさい、今ちょっとお茶飲んだ。この、高級品30体分、魔法石無料配布分で浮かせたいと思います。出すで。5連続で引いちゃうと、そのね、一回回しますね。あ、混ぜてへんわ。いつ出たかバレちゃうんで、はい、僕は出すんで、はい。いつ出たかバレちゃうんで、はい、ちょっとサクサクっと、ちょっと、いつ出たかわからんぐらいの長さにするように、はいはい。銀地をね、はいはい。僕もバレー部やったんで、気持ちわかるんですけど、ビーチバレーはやったことないです。はい。36回、はい。たまにはでも5連続ちょいちょい挟もうかな。うえぇ。おい。でもね、ちょっとね、どこで出たかわからんぐらい。こういうことです。地引きしてこそなんぼよ。僕はなんなら、交換所はなるべく使いたくない。はいはい。あとね、最近ね、昨日のライブでも、おっしゃってくださった方がいらっしゃったんですが、最近ね、なんか、もう、ああ、そうだ、この前の動画、前回の動画か、あれ、すごくね、温かいコメント。もちろんね、否定的なコメントもあったんですけど、それはもうすごくいいことなので、はい。ちゃんとその方も、自分の意見を持ってらっしゃって、こうしたらいいんじゃないか、みたいな感じのことを、書いてくださったんで、僕はそういう意見、ね？出たでしょ？こんな序盤って出るかいな。もうちょっと今、ええこと言おうとしたやん、僕。
どうしようかどうしようかどうしようか。じゃあ、あと33回やろう。一回だけご連続回してみましょうか。そうそうそう。自分の意見を持ってらっしゃって、はい、ちゃんとこういうことを思ってるんです、みたいなことを言ってくださったんで、よかったです。はい。じゃ最後にね、感謝のご連政権好き、行きましょう。これもしかして、みんなが2回目出るかもしれんからね。まあ、もう僕は高みの見物ですよ。ね、30体もね、高級品出さずにね、白とか出す、狙ってた、忘れた、僕。白ちゃんも狙わんとあかんにゃん。ちょっと待って、これ、どうした？何や、今の。なんかおっしゃったんかな？わがままボディやね、もうほんま。ごめんなさい。ここじゃ終われへんかった。そうやった。お気に入りしたんか。これね、ハクちゃんはね、ちょっと2体欲しいんで、まあ、100個残しようかな。100個残して、それで出えへんかったら、はい。ちょっと諦めようかな。はい、はい。で、本当に、もうね、そういうのはすごくいいんですよ。そういった議論を、行うのはすごくいいことだと思うんで、はい。もうね。で、中にはね、結構ね、僕みたいな、もったいないお化けの方もやっぱりいらっしゃって、その方々からしたらありがたいなという意見も全然あるんですよね。はい。そういう前向きな意見もね、全然あるんで、はい。あと、もちろんね、高評価、低評価はもう、いろいろあるんですけど、はい。で、すべてがすべて僕のね、考え方が、正しいとも思ってないんで、はい。そちらは、ちゃんと、ご理解してるんで、ご理解ってなんかちょっと分かってるんで、はい。はい。あと、最近ちょっと嬉しかったのが、はい。もう、ね、なんか、ね、まあ、もう最近、とある、ね、方と僕のチャンネルしか見てないです、みたいな、もう登録してないです、みたいなことを言ってくださる方が、案外ね、最近結構いらっしゃって、パズドラではね、はい。それが、嬉しいね。で、嬉しいと同時に、大丈夫かって思いますね。もうこんななんかクソみたいな動画チャンネル、僕みたいな底辺と、割とそのね、満単位で登録者さんがいらっしゃる、いわゆる大手の方なんですけど、はい、大丈夫かって思っちゃうんですよね、ほんまに。ちょ、さっきも見たやん。あ、でも武器強いんやったっけ。はい。はいはいはい。じゃあ、あと2回でもう諦めますね、これは。もう、ミラカも、まあ、ハクシャも、まあ、出たんで、はいはい。もう、それはさすがにね、ストリートファイターもね、ゴーキとか、僕、闇属性とか、はい。欲しいパーツがね、結構あるんでね、はい。クロネちゃんもね、結構いいっすよね、でも。超つなげしに。武器もいいしね、はいはい。そら、ラスト。ちょっと気合い入れて。僕を水着になろうか。授業ないな、はい。そら、はい。じゃあ、2回目。はい。ちょっと待って、いい終わり方や、いい終わり方や、これは。キリの武器も欲しかった。はいはいはい。よしよしよし。はい、それでは結果を見ていきましょう。はい、上から入手順となっております。これ、綺麗に闇属性引けたんちゃうかな？いいですね。はい、ちゃんと。ミナカもね、1、2、3、4、5、6、7体目に出てくれて。はい。それではここら辺でね、ちょっとね、締めに入らせていきたい、締めに入らせていただきたいと思います。僕のね、チャンネルはね、すごい結構ね、年齢層が、もうアダルトなパズドラさんがいらっしゃるチャンネルなんで、もうぜひぜひ、もう、皆さんいつもありがとうございます。はい。それで、おかげでね、まあ、言いたいこともたまにはね、僕もあるんですけど、まあ言った結果、こうやってね、はい、もうね、30体必要やと言われてるものを、まあね、無料でこそ勤めた意志で、地引きできたので、まあこういうこともありよと続けてたら別に交換所がどうとか言わんでもね、もう地引きしたらええんよ、そういう時は。で、引いて出んかったらまた次出たらいいやぐらいの気持ちでね、はい、皆さんおったら、はい、それでね、いつかできるんで、はい。そういうぐらいの、なんか、ゆるい感じでやりましょう。はい、それで、はい。それでは、最後までご視聴くださりありがとうございました。今回はこの辺でお開きにしたいと思います。
もしねこの動画良かったよっていう方、ね、そのいつも応援してくださるアダルトなパズドラさん、パズドラさんたちはぜひチャンネル登録高評価、あ、チャンネル登録はしてくださってるんか、はい、よろしくお願いします。それではね、また次回お会いしましょうか。お相手は私ゆうでございました。バイバイ。